ではこれからラ a ドスタジオ x e 7の新機能を主に3つ取り上げてデモをご覧いただこうと思いますまず先ほど説明した FireUI を使ったマルチデバイスデザイナーになりますこれを使いますとマスターフォームを設計しそれぞれデバイスごとに異なる UI を独自に管理し設計することができるようになりますもう1つは AppTethering と申しまして既存のアプリケーションに追加の機能を つけてアプリケーション間でのデータの転送や通信ピアツーピアの通信を簡単に行えるようになっております最後はパラレルプログラミングスレッドのライブラリを搭載しまして非常に少ないコードの修正のみで PC が持っているコアすべてを活用するようにアプリケーションを作り変えることができるようになります ではまず FireUI マルチデバイスデザイナーをご覧いただくとしましょうこれまで通りアプリケーションを作成する際に画面中にボタンやエディットリストボックスなどを配置していくこれは従来通りでございますエディットを配置しツールパレットなどから UI コンポーネントを適時、正しい場所に配置していきます。リストボックスなどをこの場所に配置し、必要に応じてデータを追加して、プロジェクトを保存することにしましょう。この段階では、Windows 向けの l o o k f e e l で確認することになりますが、スタイルを変更して、あらかじめ iOS や Android、 での表示を確認することが可能になっています、まあ、しかし場合によっては Android 向け iOS 向けの特別なレイアウトを必要とするときがありますこの場合 View のコンボボックスリストボックスを使って現在リストアップされている中から例えば Android の4インチ向け主に4インチ向けのスマートフォン用の UI を確認することにしましょう、まあ、それ以外にも iPhone 4インチ向けの画面を設計します。こうしますと iPhone 上では先ほどのマスターで設計した UI では iPhone ではリストボックスが隠れて欠けてしまいますよね。回転すればもちろん正しく表示されますがこのような場合に iPhone 向けにリストボックスの位置を微調整する、まあ、このようなことが可能になります。まあ、しかしマスターで 設計した画面はそのままですこのようにマスターと Android 向け iPhone 向けそれぞれ別々の UI を一元管理することが可能になっています例えばここでマスターの画面にあるボタンの位置を左上に変更することにしましょうこの時 Android 側 iPhone 側では マスターの UI の変更に合わせてボタンの位置が正しく同期されていますよねそれ以外にもこれまで作ったアプリケーションに新しい UI のコンポーネントを配置した場合例えばマスターのフォームに新しいボタンを配置しましたこの時 Android 向け iPhone 向けの画面を確認すると 今、配置した UI が確認できます。では、もう少し現実的なパターンを見ていきましょう。例えば、ユーザーに、アイテムを削除しますかというようなフォームを表示するとしましょう。画面にパネルを配置して、この中にラベル、ラベルの文言には、 削除しますかというような疑問文にしましょうこのとき通常ですとはい、いいえのボタンを配置することになるでしょう画面にはいのボタンを配置しますそれ以外にもいいえを選択するボタンを配置することにしましょう ラベルは正しく、はい、いいえにしましょう。Windows のアプリケーションですと、はいといいえのボタンはこれで正しいと思いますね。しかし最近の Android のバージョンですと、はいといいえのボタンの場所は逆なんですね。まあ、そういうように OS に合わせて、個別に UI をカスタマイズすることが可能になります。 マスターはそのまま、アンドロイド向けだけボタンの位置を変えるでさらに興味深いのは iPhone の場合 iOS の場合にははい、いいえのボタンの場所は Windows とは違い逆になりますさらに UI のガイドラインに合わせてはいではなくより明確な削除しますもしくは削除する これが適切だと思われますさて削除するボタンのイベントハンドラを書くときにはマスターなどに戻ってボタンのイベントハンドラを記述しますイベントハンドラは1種類ですしかしターゲットを Windows から iOS に切り替えて シミュレーターで実行してみましょう今日本日用意した MacBook Pro 上にある iOS シミュレーターに先ほど作成したアプリケーションを戦争し画面を確認しますと Windows アプリケーションとは違い同一のソースコード実行コードで新しい iOS 向けの UI を作成し動作しているのがわかりますもちろん先ほど見ていただいた Windows アプリケーションは マスター、そのままですので、はいというえの場所は従来通り、ただしソースコードは1種類ですのでメッセージが正しく表示されると。このように FireUI を使いますとソースコードは1種類、そしてデバイスに特化した UI をマスターから派生させて作成してカスタマイズすることが可能になります。では次にアップデザリングをご覧いただきます。今日紹介するのは、例えば、 アンドロイドをスマホで撮影した写真をその場で近くにいるデスクトップアプリケーション、今日例にとるのは MacOS アプリケーションでございますが、そこに転送する。しかもそのソースコードはネットワークや Bluetooth を意識せずにコンポーネントベースで簡単にやり取りすることができるようになっています。ご覧いただいているのは Windows もしくは Mac 向けのデスクトップアプリケーションでございます。ここにテザリング用、 アップテザリング用のコンポーネントを配置しサービス今回の場合にはメディアレシーバーという名前にしましょう Mac 向けにアプリケーションをビルドして Mac 上で実行いたします今日はあらかじめ Android スマホ上にアプリケーションの から写真を転送するアンドロイドアプリを転送済みでございますのでこのアプリケーション上から近隣にいるデスクトップアプリケーション今日の場合には MacOS アプリケーションを探し出して写真を撮影します写真を撮影したら Bluetooth もしくはネットワーク TCPIP を使って、受け側である MacOS 1アプリケーションに画像が転送されて、Android 上には転送した写真が表示されています。ご覧いただいたこのコンポーネントは、ネットワークもしくは Bluetooth を選択するだけで、どちらかに簡単に切り替えが可能になります。もちろんソースコードは何も変える必要はございません。 最後はパラ,レルパラレルプログラミング、スレッドライブラリのご紹介でございます。ご覧いただいているのはライフアプリケーション。ライフというんですかね。えー、例えば、小さな点を一つの生命だと思っていただいて、生命がたくさんあって、隣り合った生命同士、もしくは偶然のランダムな状況によって、 お互いが結婚して新しい世代が生まれてそして寿命を上がなって死んでいくような、まあ、そういう広大なその領域にさまざまなたくさんの生命を置いてそれを計算させるわけですねちょっと少なすぎて全く変化がなかったんですがこのようにですね これはですね、今日は 500×500 500の領域ですので、計25万の領域に対して、一斉に計算をして、画面を更新しております。では、もう少しデータの分かりやすいパターンを使って、ライフゲームの状況を確認していきましょう。これからですね、通常のこれまで通りのプログラミングで作ったアプリケーションで、計算をスタートしてまいります。 さまざまな要因を使って LIFE のデータをシミュレーションしていくわけですね現在はわずかなスレッドと UI 用のスレッドを使ってますので CPU はフル活用はしていません、まあ、しかしパラレルモードのチェックボックスをつけて計算を始めますと、まあ、途端にですね全ての CPU を使い出して 処理が非常に早くなるのが分かりますねもう一度データを読み込んでみましょう、はいで。このようにパラレルライブラリを使いますと既存のコードをです、ね、少ない変更だけですべての CPU を使い切るようにアプリケーションを生まれ変わらせることができるんですがソースコードを見てみますと 今青く反転している部分が通常のフォーループの書き方です25万回分のフォーループを委って普通に記述しているわけですが先ほどのチェックボックスによりまして新しいパラレルフォーループを使いますともともと呼び出していたコードをクロージャー無名プロシージャーに置き換えましてパラレルライブラリー4文に渡すとそうしますと存在しているコアを検出して 正しい数のスレッドさらにそのスレッドに計算の塊を渡して同時に計算させることができるようになります。はい以上が今回のラドスタジオ XE7 の新機能の主な3つの特徴でございました、はい、今高橋の方から紹介ありましたように、まあ、今のデモにありましたように デスクトップとマバイルアプリケーションの UI 設計を共存・共立できる、まあ、これによって複数のデバイス向けの UI 設計効率が上がるメンテナンス効率が上がるこういったことが実現できますでモバイルから企業のバックエンドに容易にできる容易に接続できるミドルウェアこちらは先ほどのデモにありませんでしたけれど、まあ、EMS というものを使って私たちは開発者の方々に接続性 をを提提供供すするようなミドルウェアこちらを提供していきますそしてガジェットウェアラブルとモバイルデスクトップアプリとの Wi-Fi、Bluetooth 通信ということでは、は、まあ、先ほどデモにありましたようなコンポーネントなどによって、Bluetooth、そして Wi-Fi を使ったアプリケーションをより簡単に作ることができるような環境を提供します。そして、まあ、最後、ライフゲームで紹介ありましたようなマルチコアの性能を活用するような ライブラリーこちらを提供することによってよりマルチコア環境下でのパフォーマンスを上げて、まあ、処理を速くする、まあ、これによって科学技術計算とかグラフィックス処理など、まあ、わずかなコード修正量で実現することができるようになります、まあ、以上のように、まあ、業務系のモバイルアプリニーズにこちら的確に対応できる機敏に対応できるような環境をご用意しておりますので、まあ、業務システム開発 まあこちら企業様に活力を持っていただければと思います。以上で本編の説明は終わりとなります。なお、RADStudioXC7 ですが、本日こ、こ9月2日17時より世界同時公開となります。URL はこちらになります。また、無料トライアル版のダウンロードサービスも同時スタートいたしますので、こちらも併せて見ていただければと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。